さんが出てきて伊勢神宮にいらっしゃいって、で伊勢神宮の前でいろんな叱りが来てます。でも受けられる人と受けられない人がいる。すると本当に自分の人生ってね、叱り輝いてくる。やむを言わずの金、トイレが汚いとお金が入ってこない。本当に一部の人にしか言ったことないんですけど。こんにちは、ありがとうチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。日本一幸せなお金持ちと言われる斉藤ひとりさん、銀座マルカンの創設者で、1993年から毎年全国高額納税者番付で12年間連続で納税ベスト10入りを果たし、納税発表終了まで累計173億円を収めて日本新記録を打ち立てました。今回の斉藤ひとりさんのお話は、八百万の神様、伊勢神宮、天照大神様のお話、神事について、伊勢神宮へ呼ばれた方へ断捨離、お掃除、トイレ掃除とお金の関係について、光を受けれる人と受けれない人について、この2つをしてください。パワーの流し方について、最後に神様の声の聞き方についてお話しいたします。神様が映っています。受け取れる人だけ見せられています。受け取ってください。それでは斉藤ひとりさんのお話です。花江ちゃん、ここ来てチェックしてて。わかりました。よろしくお願いします。空港の先生の方、よろしくお願いします。聞こえますか？ありがとうございます。今日はいろんな話します。いろんな話をするというよりも、紙を渡されました、こんなに書いてあります。1時間半の予定です。私一人でやってると時々飛ばしたりしますから、ついててくれる人がいて、見てくれるようになっています。では始めます。よろしくお願いします。今日は不思議な話をします。この話が信じられない人は普通の人です。信じられなかったら、私は普通でよかった、とはいうふうに思ってください。今の今まで私はこの話をしようかどうかすごく迷ってました。今でも迷ってます。それとですね、私東京生まれって言うんですけど、一人しか言えないんです。この前も非常に聞きづらいということで、会社までお電話いただきまして自分で想像して聞いてください。多分こっちは死だなとか、人私は言えないだけじゃないんです。同じに聞こえるんです。それとですね、今ものすごく勢いでこのライトを当ててくれてるんですけど、非常に暑いですねもう少し落としてくれると助かります。消えました。ありがとうございます。楽になりました。今までごく本当に一部の人にしか言ったことないんですけど、今からちょっとだけ変な話します。で、これを信じてくれというのは私は無理だと思ってます。だから私はずっとこの話はしなかったんです。本当に
小さい時の話です。これは私に起きたことだから皆さんに信じてくれっていうのは無理だと思います。でも私にとってはこのことは事実なんです。私は小さい時に分からないことがあると夜に光の玉が出てくるんです。で、その光の玉に包まれると答えが分かるんです。それでみんなに出てくるんだと思ってた。ある日聞いたら私だけだってことが分かってびっくりしたことがあるんですね。で、みんなはあの光の玉が出てこないと一体全体どうやってものと教わるんだろう。そのうちにこの話は言わない方がいいんだっていうことに決定して、それからは私が言ったことがないんです。その時にいろんなことを教わりました。人って死ぬとどうなるのとか、いろいろな自分がわからないこと、いろんなことを聞きました。で、それについては今日は、お話ししません。そのうちきっと話したくなると思うんだけど、私としてはその光の玉が出てきたっていう話をするだけで、本当に勇気がいるんです。私、今世はアキンドやってるんです。アキンドって不思議な話するとダメなんです。なんか不思議なこと言って物を売ってるように見えるからね。でもまあうちのスリムとか見て不思議に思う人はいないと思うんだけど、なんか言ったらスッとしました。今日は普通は辛いよっていう話をします。今日の1時間半のお話のタイトルが普通は辛いよっていう話です。途中半分くらい聞いてても、この話は分かりません。最後の方になってきて、ああなるほど、そういうことか、普通は辛いよっていうのはっていうのが分かっていただけると思います。では前半の分からないところから始めたいと思います。私はこの前伊勢神宮へ行ってきました。これもここで言うのは初めてなんですけど、私3ヶ月前にとんでもない体が悪くなっちゃったんです。で、今まで私いろんな病気したんです、小さい時から。で、お医者さんが死んじゃうと言っても私は絶対死なない、死ぬ気がしないんです。ところがこの前は本当に死ぬなと思ったんです。で、まあいいや、医者は二十歳までしか生きないって言ってたんだから、それはこんなに生きたんだからもういいかな、正直に私はそう思ったんです。そしたらこっから先は不思議な話だからみんな信じなくていいよ、これを信じるっていうのは本当に無理だと思うんだけど、天照大神様が出てきて伊勢神宮にいらっしゃい、伊勢神宮に来たら治してあげるか、でも起きられる状態じゃないの。それで呼ばれたからってんで両脇抱えられながら行ったの。で、伊勢神宮の前で本当に階段も上がれないような状態で私は支えながら行って階段上がって、そしたらある言葉が降りた。私その言葉がはっきり聞こえた。で、その言葉は教えられないんですけれどそれでともかく私はその言葉が降りたんです。そしたらその場で激痛が半分ぐらいでした。
それで今月いっぱいで直してくれる。それから毎日薄飲み吐くように楽になって、あの状態から見たら考えられないぐらいなんだけど、それで私なりに決心したね。私が決心したことだから、ここの中にはね、そんな話聞きに来たんじゃなくてね、いろんな宗教入ってる人いると思うし、何やってもいいな、私の来たことを言ってるだけだからね、信じられない人は普通ですからね。その時に私は、助けてもらったんだから、残りは日本の神様の話しよう。こっから残りの人生ね、日本の神様の話しよう。ただうまく伝えないとね、ひとりさんが言ったから余計信じられなくなっちゃうって言われたからいけないからね、助けてもらって迷惑かけられないから、まあそんなことで、そして私が伊勢神宮行って帰ってきたら、私が伊勢神宮にいるって知っててね、いろんな人来てくれたの。でその人たちに待合室で私が話をしました。そしたら私の知り合いじゃない人まで一生懸命聞いてました。きっと私の説明の人だと思ったんだと思います。その時を思い出して、もう一回話します。ここが伊勢神宮だと思って聞いてください。よろしくお願いします。そこで私が言ったのは、私たちって日本人だよね、日本って日本の神様があるんだよ、日本の神様って素晴らしいんだよ。もちろんよその国の神様も素晴らしいんだよ。でも日本の神様って特徴があるんだよ。日本の神様って宗教戦争をしたことないんです。インドからお釈迦様ね、仏教が入ってきました。中国から儒教が入ってきました。ずっとヨーロッパを経てキリスト教が入ってきました。でも何にも入ってこない時は、日本には日本の神様がいたんです。と大概はよそからいろんな神様が入ってくると、そこで一悶着どころかもう百悶着ぐらい起きてずっとね、殺し合いをするんです。ところが日本の神様はそれをしなかった。すごくおおらかな神様だ。で、なんで日本の神様はよその神様と喧嘩しないんですかっていうと、日本の神様は矢をよろずの神です。矢をよろずってことは800万だ。800万の神様。いいですか？国民の人口はその頃100万人いるかいないかなんです。100万人に対して800万の神様。一人8人ですって言ってた。ね。そしたら、そこに、インドからお釈迦様ってのが来ましたよって言ったとき、日本の人たちが今でも800万いるんだから、まああと一人ぐらい増えてもいいんじゃないかと、こういう気持ちで受け入れたんです。でよくよく話聞いてみると、やっぱりね、インドの方からわざわざ伝わってくるような話だから、聞いてみればいい話なんです。そうすると、あ、じゃあこの部分をお任せしようって言うんで、今お葬式をお任せしたりね、いろいろやってるんですよ。そうなんですよ。もうキリストさんが入ってきた時も、いいじゃないか、もう一人ぐらい増えたから。で、私たちはクリスチャンじゃないけど、クリスマスやったりね、
で適当にやってるんです。で、すごくいい加減な神様なのかなっていうと、そういう神様でもないんです。日本の神様ってね、あとね、ちょっと面白いことあるんだけど、皆さんの周りにもね、神社っていっぱいあると思うのね。で、神社には祀ってる神様がある。御祭神っていうんだよね。で、その御祭神を、例えば今三社祭りとかありますよね。あの命がけで神輿担ってる人に、ところで御祭神はって聞くと知らないんですよ。で、この前山形行って、ものすごい古い神社があってね、その神社で、あの、お神楽を踊ってる村の人たちに、ここの神社のご祭神がどなたですかって聞いたら、答えが素晴らしいの。ご祭神の中に入れるんだって。面白いでしょ。ね、何百年かお守りして、なおかつよ、お神楽まで踊ってて、ここの神様誰ですかって知らないんですよ。キリスト教の人にね、そちらの神様はちょっとさ、キリストですとかね、マリア様ですとか、まず知らない人いませんよね。日本の場合は知らないんですよ。それで教えがあったら教えがないんです。わかりますか？普通は、ね、キリスト教だったらね、バイブルとかね、コーランとかね、宗教によってね、仏教だったらちゃんと経典とかあるでしょ。日本はないんですよ。教えがないんです。で、神様の名前が分かんなくて教えがないんですよ。すごいでしょ。ねえ、だから誰々のために命捧げてったって、捧げる人の名前が分かんないからね。ちょっと捧げるのは難しい状態になるなって。いい神様ですね。それでね、教えって何ですかっていうと、日本の神様って大概は神社に行くと鏡が、で、その鏡を覗くと、こう覗くと神様が見えることになってる。で、私も何回かやったんだけど、大概自分の顔しか見えないんだよね。鏡というのは真ん中に画が、画っていうのは我。で、我をちょっと取り除くの。ね。我を取り除いて画を抜かすと、私の後ろには親がいる。で、親の向こうにはまた親がいる。で、その親を親を親を親ってずっとたどっていくと、アマテラス大御神に行き着くことになる。で、その後ろへ行くと、イザナミさんっていうのとイザナミさんっていうのに行き着くことになる。それが日本の先祖なんだよ。日本人の先祖なんだよ。実は私はですね、幼稚園の時はキリスト教の幼稚園だったんです。それで、ひとりさんね、あなたの先祖はアダムとイブなんだよ。何回も言われたんですけど、私があの金髪の人を見て、どうも違うんじゃないか。なんか体の形もなんか足の長さも違うんで、この人は私の先祖じゃないような気がしたんですね。で、もちろんアダムとイブを見てこの人が先祖だと思った人はいいんです。最後は自分を頼るしかない。だから、私は、アマテラス大神さんでいいかなって思った方なんです。ただそれだけなんですよ。みんなね、鏡見た時自分が映った、結局自分のために一番頑張ってくれるって自分しかいないんだよ。
みんなね、自分が神様なんだよ。後ろ後ろって見てって、先祖を大切にしようね。日本の教えって先祖を大切にしようねっていうだけなんです。それから神様に感謝しようね。なんで先祖を大切にするんですか？おばあちゃんとお母さんが違う、お母さんと娘が違うっていうのは、人間の細胞ってこうやって分裂するとき、細胞核まで分裂してどっと2つになるんです。もしこのまんま2つになってたら、人間っていうのはクローンになっちゃうんです。同じ人間になっちゃうんです。それがなんで違うんですかって言ったとき、おばあちゃんとお母さんと違うのは、おばあちゃんが死ぬおばあちゃんと違う経験をしたんです。だから子供が経験を通じて違う経験をするんです。だからお母さんと子供が違うのは違う経験をしてる。で、経験が違うから持ってる中身が違うんですよ。だから人っていろんな経験をしながら生きてる。だから先祖に感謝しようねって何ですかって言うと、私たちが今生きてられるのはいろんな免疫があるから、でいろんな病気が流行った時にその病気で死なないでなんとか免疫を作っちゃった人がいる。その人たちの全ての恩がある。それで私たちは生きてられる。ね、この前本読んでたら、奈良の春日大社の神主さんが、いい本かとのその人が、その人の本読んでたらね、太陽があって地球がある、でみんな太陽が明るいから地球が明るいと思ってたよね。で、太陽が暖かいから地球が暖かいと思ってますよね。でもそうじゃないんだよ。太陽と地球の間って暗いんだよ。そうなんだよ。だって宇宙船なんかでよく宇宙船とか撮ったら映像が撮ってる。いつも夜でしょ？考えたことある？もし地球、太陽が明るくて地球が、例えば太陽が暖かくて地球が暖かいんだとしたら、日本で一番暖かいのは富士山なんだよね。日本で一番暖かいのは島原なんだよね。ね、先端だよね。だけどいつもあそこに雪かかってるでしょ。わかるかい？地球で一番近い。そうそう、地球で一番、ね、太陽に近いのは島原だよね。そう、島原が一番暑くて、もうハワイより、アフリカより暑くなきゃいけないんですね。常夏の国ですよ、そう。だけど、いつも雪降ってるよね。ってことはね、地球には空気がある。その空気に太陽から来た物質が反射する。だから、パーッと明るくなって暖かくなったら、当然空気が薄いとこは寒くなっちゃう。っていうことだよね。だから地球に空気があるから太陽の光を恵みを受けられるんだよね。それで人生うまくいかない人っていうのは感謝がない。あの天照大神って何ですかって言ったら、簡単に言えば太陽なんだよね。あまねく照らしてるっていうことだから、だからとりあえずあまねく天照さんの光が来てるんだよね。それいいですよ。キリストさんでも誰でもいいですから、私は別に、人と争うこと嫌いだからね、いいです。いろんな光が来てます。でも受けられる人と受けられない人がいる。キリストは愛の塊だ、天照さんとは感謝の塊だ。だから感謝のない人っていうのは何をやってもうまくいかない。だから感謝しよう、
だ先祖に感謝するとか、神様に感謝するとか、みんな感謝しな。感謝することないんです。あ、この人は、いいこと起きたら感謝しようと思って。感謝っていうのは、目があって幸せとか、ね、鼻があって幸せとか、今あるものに感謝する。手があって幸せとかね。何でもいいの。本当にこの前、私、足の裏の皮を抜いちゃったことあるんだけど、足の裏の皮がないだけですごい大変なの。気がつかなかったですね。あの皮だけが足だけで、歩きづらいし、痛いしね。だから、感謝って今あるものにするんだよっていうことなのね。で、感謝する。で、感謝すると、本当に自分の人生ってね、光り輝いてくる。不幸な人ははっきり言うけど感謝が足りない。あのね、ここもクーラーかかってるけどね、クーラーなんていうのはね、徳川家康が入ったことないんだよ。神武始皇帝も入ったことない。ジンギスカンだってないんだから。焼肉だって熱いとこじゃダメだね。で、今はね、いろんなものが家にあるのに、今ぐらい感謝しない時代って少ないよね。ね、昔に比べたら将軍様以上の生活してても、ずっと不平不満を言ってて、まだこれがない、これがない、ないのばっかし数えるの。で、それがその、私たちが、先祖がいろんな苦労しながら、ずっと免疫やなんか作りながらね、私たちにバトンをくれたの。そのバトンを私たち受け取った、今最終ランナーとして、走ってるんだよね。このバトンを次の世代に渡さなきゃいけないの。ね。だから、感謝しないとダメなの。ちょっと前まで日本ってね、この前おしんって物語やったけど、おしんだけが苦労したんじゃないの。おしんだけだと名前が違うだけでも、ね、村中おしんみたいなのがいっぱいあったんだから。だから、みんなで、この命のバトンに感謝しながら私もね、今、忘れたんでまた、神様、待ってました。ヤオロズの神、800万って言うんだけど、8っていうのは、そっから多いっていうんだよ。わかるか、蜂っていうのは水しろがりだから、八百屋っていうのは800種類ってことじゃないよ。うんと多いのを蜂って。わかる。で、血液型占いって4つでしょ。で、八卦って蜂でしょ。蜂で始まるものは無限に広がるの。だから蜂というものはもうプロの領域だ。わかる。ね。で、この蜂ね、800万の神がいるっていうのはどういうことですかというと、日本の場合、神様っていうのは、御事っていうの。わかる？命ってか。なんとかの御事っていう。わかりますか？ってことは、私たちは、神様から、神様ってやっぱり言って申し訳ないんだけど、信じてない人は全然信じなくていいですからね。信じてる人だけが来てくれる。私たちは神様から命をもらってる。これ分け御霊って言うね。世界中の学者が集まっても生きてるものはタンポポの葉っぱ一枚できないんだよ。世界中の学者が集まって人間がやったことっていうのは地球を何回ぶっ壊せるかって原爆も作ったし、水爆も作った。この前計算した人がいて、今ある原爆を一斉に爆発させると一人の上に漏れなく50メガトンずつ爆発する。一人の上に散らばらすね。長崎の原爆の50倍、これが漏れなく皆さんの上に爆発するんだっていうことを計算してた人がいるのね。だから我々はものすごい長く発達したいなこと言ってるけど、結局生きてるものって何もできないんだよ。おたまじゃくしなんてメダカだって作れないんだよ。
私たちは命というのをもらってるの。で、これが命って書いて、御言となる。だから私の御言ですよ。皆さんも御言なの。だから、周り見たら木とか鳥とか虫とかいっぱいいるでしょ。あれ全部命なの。だから全部御言なの。おにぎりあるでしょ。あのご飯粒一個一個生きてるんだよ。命が入ってるんだよ、ご飯って。おにぎりなんか御言の塊だよ。中にタラコなんか入ってたらすごいだろ。ものすごい御言になっちゃうんだからね。おにぎり食べるじゃない。私たちってね、生きてるものしか食べれない。生きてるって、生きてたものって言うんだよ。だから、まあ、こんなことね、私だけは家帰ったらテーブル食べてますとか、茶碗食べてるとか、言う人いないと思うんだよね。だから私たちは命をもらって食べてる。そしたら食べるとどうなりますかって言うと、この命は、おにぎりさんはこっちの細胞なの。で、私として生きる。だから命いただいてるのに、不平不満とか言っちゃいけないの。愚痴泣き言とかって言わないで、感謝して食べてね、食べようねっていう、話です。神社って鈴があります。で、あれ、マイクです。チリ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 ってこうやってやるでしょ。で、本当はお財布に入れてチリチリチリ。それで2回頭下げて、拍手2回。で、もう1回頭下げるっていうのは正式ですけどね。で、日本の神様うるさいこと言いません。間違ってて全然いいです。800万ぐらいになると細かいことは絶対言わないですからね。で、神道は考え方が1個だけなんです。いいですか？面白くて楽しくて涼やか。ですか？あと100回しか言いませんよ。面白くて楽しくて涼やか。で、面白くて楽しくて涼やかに生きてると、それだけで自分がもう魔除けになっちゃうんです。だから、ひとりさん、方位とか方角とか気にしますか？気にしないよ。私がいるとこはいいと思います。だから、ありがとうございます。参拝ありがとうございます。だからみんなもね、面白くて楽しくて涼やか。ね、面白くって何ですか？尻尾が白いんじゃないよ。分かった方は思ってた面ですよ。面白く。だからといって、白塗りにしろとかって言ってないですよ。面白くっていうのはね、暗い顔の反対、反対。暗い顔してないで明るい顔してな。ね、それから楽しくっていうのは手が伸びる。自由ってことだ。だってあんまり自由じゃなかったら嫌でしょ。ね、手伸びしいって言うんだけど、中国なんかだと楽しいっていう字は踊り踊ってる字は。で、踊り踊ると楽しいよ。例えば、ここでダンスやってる人いるかどうかわかんないんだけど、ダンスやってる人の中で、例えばワルツ踊りながら旦那の文句ずっと言ってる人とか、タンゴ踊りながら泣き言ずっと言ってる人とか、そういう人はいないんです。だからね、ある程度自由にしようよ。ただね、楽しきゃいいんだからって暴走族になって夜の夜中ブー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 やっていいんじゃないよ。面白くて楽しくて涼やか。だからみんながもし困った問題があったら、面白くて楽しくて涼やかに解決する方法は何だって考えたのね。そうすると思いつかなくても解決しちゃう。だいたい確率的に半々ぐらい、思いつくときとつかないとき。でも思いつかなくても見事に解決しちゃう。ね。面白くて楽しくて涼やか。
これしかない、日本の神様ってねすごい人出てこない、外国の神様だと海が割っちゃってるんだけど、そんなすごい人全然出てこない日本の神様。日本の神様は困ったことがあると矢をよろずの神が全部集まる。それでいろんな意見を出し合って決めるんだけど、これがまた、失敗が多いんです一応古事記なんかやってるとそうなってる、そうするとまた集まるんです。そして知恵を出せる人は知恵出す、力のある人は力出す。でこれって何ですかって、今の民主主義と同じなんです。だから特別な人は出てこないんです。だけど集まって今みたくいろんなことを決めていこうね。だからもともと大和の国っていうのはみんなで力を合わせて輪になって生きていこうっていう国なんですね。日本って感謝の国だ、ヒマラヤエベレストを征服したって言葉があるでしょ。あれは大事な言う言葉なの。日本人は違うの。感謝して山に登らせていただいたの。だって一時エベレストが起こったら人間が吹き飛ばしちゃうんだよ。ちょうどいい天気で運よく上がれたの。で、やっとのことね、やっとのことを上がらせていただいたのに、一人ぐらい上がったからって征服したとかって言ってくるから、山が荒れるのかもわかんない。わかる？よく地鎮祭ってあるでしょ、家建てるとき。あれ、そこにもともといる神様がいるの。その人に、ここに建てさせていただきますよってご挨拶してるだけなんだよ。で、ご挨拶して、よろしくお願いしますって言うと、悪い霊を守ってくれるって言うので、鼻から悪いのがいるから、こうやってやっていかないんだよ。やってもいいんだけど、意味合いはそうなんです。昔は富士山でもいろんな山を登るときも登らせていただいてるって感謝だったね。あとね、神社行ったらお願い事しちゃダメなんだよ。覚えておいてね。神社ってお願い事するとこじゃないの。よくうちの息子が大学受かりますようにお願いしますって言っても、ご先祖様だからね。ご先祖様大学行ってないかもわかんないんですよ。今さらそんなこと頼まれたらできないの。そうじゃなくて、行った時、息子も大学行く年まで、無事に生きてきました。ありがとうございます。何でもいいの。で、感謝すると、日本は言霊の国だから、感謝すると感謝をもう一回したくなるようなことが必ず起きる。そうするとまた感謝する。だから感謝してる人たちはずーっといいことが起きる。ところが、ああしてください、こうしてくださいっていうのは、ある意味不平不満を言いに行ってる。で、愚痴とか嘆き言、不平不満を言うと、また言いたくなることが起きる。だから不幸の人はエンドレスで不幸。もう嫌なことは全部起きる。でそういうの迷わせっていうの。迷わせみたい人っているの。愚痴とか泣き言とか願い事とかそんなことばっかしてるの。で感謝じゃない。感謝から始まらない人っていうの。だそういう人っていうのはこっちの方向行こうがこっちの方向行こうが、あんたがいるとこがダメなの。あんたが迷わせなの。だから匂いの元みたいなことで、あなたがいるところに問題があるんだよって、いうことです。じゃあどうしたら面白くて楽しくて涼やかに生きれるか、その話を今からします。私ね、この前、テレビ見てた。僕はあんまりテレビ見ないんです。で、テレビ見てたら、K-1 らしきものをやってたんです。K-1 かどうかわからない。途中で見ましたから。なんか今、いろんなものがありますから。で、それをこうやって見てたらね、なんかね、
こう、5分か10分で終わるのね。だからその周辺なのかなんかわかんないんだけど、それを見てたの。で、旅先で浜井さんもいたから、それをずーっと見てて、私、人気見ながら、じーっとこうやって顔見ながら、こっちの人が勝つよ。それで、何回なんて勝つよとか、それから、ノックアウトはノックアウトだよって言うのね。で、何回なんだよって当てたら、全員当たったの。それ、何点差まで当てたからね。そしたら、浜井さんはね、びっくりしてたのね。で、私も、やるわけわかんないと思うだろう。でも本当やる前に決まってんだよ。いや、一気にしてるってないんだよ。で、コツを教えるからね。始まったらじーっと両方の顔を見る。で、負ける方が必ず悲しそうな顔する。一瞬ね、ふっと悲しそうな顔する。で、その悲しそうな顔で何点差ってつけると、当たるの。自信がなくなる。だからよく就職試験でもね、何でもこう、なんか自分を怒っちゃうって人ってね、きっと試験官の前でね、ふっと悲しそうな顔する。あれが負けちゃう原因ですね。それで、面白くて楽しくて、その涼やかっていう考え方なんですけど、これのコツを教えます。じゃあね、涼やかに行きなさいって言って、何が涼やかですかって分かんなくなっちゃうでしょ。例え話なんですけど、私は、実は、カスタネットの天才かも分からないんです。いや、根拠がなくて言ってんじゃないんです。実のことを言うと、私、小学校の時に、カスタネットを全員でやらされたとき、財布のない人から他に辞めさせられて、トライアルとか他の楽器になっちゃうんだけど、私だけ最後まで実はカスタネットなんですよ。だから、これはもしかしたら自分はカスタネットのすごい才能があって、全員が見抜いてたんじゃないかな。で、そんなことを私、考えてたんですね。中学校の時やってした方程式やらされたんですけど、やる気が起きないんです。で、やる気もないし、わからないんです。で、先生が、斉藤君は方程式ができないと思った。ところが斉藤君は一目見たとき、これはいらない。そしたら、社会に出てから一回も使わないんです。で、私の方が、結局正しかった。英語もそうです。私、英語見たときね、これいらないと思います。先生はできないと思う。私はいらないと思います。そしたら、なんと、社会へ出ても、外国との取引は一切ありません。外人の彼女もできません。人間っていうのは、パッと見ると、これがいるかいらないかわかるんです。で、いらないものを受け付けないという才能があるんです。わかりますか、ね、で、そういういろんな才能を私は持ってました。教習所行った時もね、なんか卒検みたいなのあるとね、私よく落ちました。いまだに私はもう S 型の次にすぐクランクになって、でいきなり踏み切りが出てくると私今まで見たことない。あんなとこあったかった。自分は何回か怒ったけど、同級生でも一回で受かる子がいっぱいいました。そういう子は必ず、お前何回で受かったとか聞きます。
あわよくば自慢しようとしてます。いや、正確ですね。私はそういうことしません。自分が怒った場ですからね。社会に出るとね、やっと受け取った人って大事にしてるんです。免許を大事にして、人のことを馬鹿にしなかったらいいに決まってるの。みんながね、ふっと悲しい顔するっていうのは、小さい時に何かで自信を失ったんだよね。だけど、みんなが自信を失ったことをよく思い出して、自信を失ったこと、できなかったこと、そのできなかったことって、社会に出てから一回も使わないことだよ。だからみんな、意味もしないものをできなかったとてなの。ね、となんでいらないことをやらなくて自信を失わなきゃいけないの？そうだよね。学校時代自分がいじめられてって自信を失うんだよ。いじめてるやつよりよっぽどマシだよ。ね、いじめるやつの方が悪いんだよ。悪いやつの方が自信持ってるんだよ。そんなのおかしいんだよ。私は駆け足も遅かったけど、いまだに人のことを追っかけたこともなきゃって駆け足で言われたから、何にもそんなの関係ないよ。ね、みんなね、涼やかに生きるっていうのは、いらないものをやらなかっただけで何か悪いですか。いることがあれば、みんなできるようになるんだよ。みんなできる分だけで生きてるんだよ。それなのにいちいちあの人はあれができて駆け足は嘘つけって関係ないよ。ね、俺が漁師で不満でも追っかけてたら別だよ。漁師でもない駆け足を遅いから何ですか。それをちっちゃい時からね、僕だけカスタネットで泣き言言ったってしょうがないんだよ。カスタネットが一歩出世してトライアングルになったからって30過ぎてトライアングル叩いてたからって話したよ。何ですかそれは。ね、バカバカしいことやめな。もっと幸せに考えようよ。そうやって言っても不幸な人はでもね、でも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 こうなのよって、あんた全力を挙げて不幸になってる。全力を挙げて持てる力を全部使ってるよ。ね、持てる力全部使ってこうなってんだよ、ね、そのことをやめな。もっと自分のために自分の心を使おうよ。私今みんなにこうやって向かって話してるんだけど、私小学校の時あんまり先生の言うことを聞かないから、先生の隣でずっと授業をしてたんですよね。だから常に皆さんの方を向いて過ごしてきた。だからちゃんと神様は将来のことを知ってるから、お前は知ってくれてるんだね。涼やかに生きるっていうのは、自分が自分のことを語って楽しくて人が聞いて楽しきゃ涼やかなんだよね。あれができない、これができないじゃない。あれもいらない、これもいらない。たったこれだけで生きれるんだ。ね。うちの母はね、私があんまり勉強しない学校行かなかったら、うちの母はね、お前は学校向きじゃないから社会出たら出世するよ。ね。世の中何にも向かない人なんかいないんだよ。だから、学校向きじゃないお前は、必ず出世するよってうちの母で、ね、育ててくれた。本当に嬉しいです。では今から心の御柱っていう話をします。1個飛ばすことになりました。
心の待ちっていう話はこれはします。御柱って何ですか？雨の御柱って言うんだけど、諏訪大社、長野の諏訪大社でこんなでかい材木を山から落とすのを知ってるかな。それで人間が乗っかって起こったりね、なんかするんだけど、知らなくても結構です。知らなくても話は続きます。雨って、雨が降ってるんじゃないか、天国の雨ですよね。雨の御柱って言うんだけど、まあ早い話が柱立てる。で、柱立てると、そこに神様が降りてきますよっていう話なのね。別に信じても信じなくても構いません。実用そうなっております。ところで、みんなもね、心の中に御柱立てようよ。みんなが例えば、自分は下がらないです。つまんない仕事だな、時給いくらだって言ってるけど、実は触って、あんたがペラッと流すと、石鹸なんかちょっとついてても分かんないんです。ただ、自分の子供に食べさせるならもうちょっときれいにするよね。自分が食べるんだったらもうちょっときれいにするよね。あなたも知ってるし、天も知ってるんだよね。あなたがちょっとしか知らなかったことをね、人間ってね、自分のやってる仕事に使命感っていうのが、きれいなお皿で食事してほしいんだ、コップさえなんかもその方が働きがいがあるし、お客さんも喜んでくれるんだ、自分が車のスプリング作ってんだ、油だらけで嫌になっちゃうなっていうけど、一応車のバネがないと車ってね、振動と壊れちゃうんです。お尻もダメになっちゃうんです。そうすると自分が車守ってるし、お客さんの命守ってるんだ、車を運転してる人の命守ってるんだって使命感を持つと、なぜかいいことばっかし起きる。で、私、いいことがないんだって言うけど、アンテナも立てないで、うちのテレビ映り悪いんですって言っても、当たり前だよね。特にこの日本って国は、しっかりとした御柱立てないと、仕事に使命感も持たずにやってたらうまくいかないよ。もしかするとアメリカでもそうかもわかりません。だから自分がしっかりとしたね、心の中の御柱立てようよ。私はこの仕事でこういうふうに使命感を持ってます。自分の使命感ぐらい言えるようになろうよ、ね、どんな仕事にも使命感ってあるんです。だから使命感のもとね、で心の御柱の話を終わります。次です。心の凝りの話をします。心ってのはコロコロ変わるから心って言うんだよ。でこれもそうです。でも心は心、肩が凝るように凝っちゃうんです。で心って硬くなってちっちゃくなっちゃう。硬くてどん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 ちっちゃくなっちゃう。でうんと硬くなっちゃうと死んじゃうんだ。だから自殺しちゃったりする人いるでしょ、ね、でこの心のコリを取る方法が2つあります。覚えておいてくださいね。一つは人と話をする。で話をすると話す。だから掴んでたものを話すんです。昔は話ってね、いっぱい話してたの。だから、おしんの頃の貧しい時自殺者が少なかったの。みんなで話してたの。井戸端で話したり。ところが今はね、テレビばっかし見てるから、テレビって評論叩いて、なんだこれ、これが正しくて、これが正しくてって、言うのね。
そういう水着ちゃってるから話ができないね、今の人って。話をして会話をしに来てるのに、じーっと聞いてて裁こうとする。で、あなた聞きながら、それはどうじゃないよ、どうじゃないよ、これをやられると余計こっちゃう。だから、あの人と話したくないっていう人がいると思うのね。そういう人をずっと見てて、話をしてんじゃないの。話をじっと聞きながら、あなたがどこがいいとか、ここが悪いとか、この考えじゃダメだって言おうとしてるの。あなた裁判官ですか？ね？聞いてる人は資格ですか？だから話を余計にしなくなっちゃう。だから凝って凝って凝り固まっちゃう、ね、今私一生懸命喋ってるのは、ここに来た人が握ったものを少しでもパッと話してほしい。それで心が柔らかくなって、人を受け入れられるようになって、矢をよろずの神はね、外国からインドからなんか来た人みんな受け入れた。よっぽど柔らかい気持ちだった。いいよ、ここでここにいなってね、迎え入れたんだよね。だからそれと同じように俺たちも心をふわっと柔らかくしたいんだ。だから話をしたら、ここに来た人はお願いだからね、話をしてあげてほしい。で、目的はこの人の心の鳥を取ってあげたいんだ。それでもまた来るよ、よそ行ったら。でもまたこの人たち、ここに来てる人たちにまた会いたい。そしたら話したら、ファーッと緩む。あとね、相手のこと許すの。いや、いろんな嫌なことあったから、許すの。で、どうしても許せない人がいたら、許せない自分を許すの。あの人許せないけど、自分だけは許します。自分が大好きだから。これ言うと、自分が許せない人っているんですか？いるよ。ほとんどの人は自分が許せないんだよ。なんでかというと、いじめたやつがいる。いじめたやつは許せないよ。だけど、もっと許せないのは、言い返すことができなかった。自分なんだよ。反撃することができないで泣き寝入りした自分が許せないんだよ。だから苦しんだよ。それで誰かにこの気持ちを分かってもらおうと思って話すると、話すんじゃなくてじっと裁こうとしてるやつ、素敵ですね。ここの人たちがなんていうことよ。ね、話を聞いてやろう。これを取ってあげよう。そして、白い心で生きられるようにしてあげようって、そういうふうに思ってください。勇気を出して一回だけ、自分を許しますって言ってみてくださいね。そしたら人生本当に変わります。そして、いじめてたやつがいけないの。駆け足が遅いからって笑ったやつがいけないの。俺たちは漁師でもないのに、なんで笑われなきゃなんないんだよ。駆け足が遅いぐらいで。なんで一回も使わない方程式ができないぐらいで、ね、ずっと一生嫌な思いして生きなきゃなんないの。英語ができないからって何？ここ日本だよ。ではいよいよ普通の集まりを。長かったでしょう、前よりが。普通の集まりをって話します。登場人物が3人います。お母さん、お姉さん、妹、3人います。弟でもいいですよ、お兄さんでもいいです。登場人物は3人です。お母さん病気です。
本当になんかひどい患者さんだったらしいです。苦労しました。病気になっちゃいました。お姉さんと妹は一生懸命お母さんの面倒を見てます。月のうち半分ずつ、週のうち半分ずつ彼らも働いて面倒を見てます。ただお姉さんの方はあんまりお母さんの面倒を見たくないです。なぜかそうです。妹の方に血は寄せてきます。妹の方に辛くあたります。妹さんはおとなしいです。その人に私が言いました。お姉さんにね、お姉さん感謝してるよって言ってごらん。そうしたらお姉さんはブスッとしました。で次の日怒った顔で私もあんたに感謝してるよって言いました。それで何か変わるんですかっていうと何も変わりません。人生で今から修理して的なこと言いますからね、今から言うことは信じられなくて当然です。でもどっかで覚えてください。この世の中で最高の修行が実は夫婦だって私はよく言うんです。人生で一番相性の悪い人が出会うと結婚しちゃうんです。でもっと実は修行があるんです。それは親兄弟なんです。親戚とかこれが一筋縄でいかないんです。なぜかそうなんです。でもし自分の親はいい親だとかいい兄弟だっていう人がいたらすごく大切にしてください。よく親なのにどうして分かってくれないのっていう人がいるんです。親だから分からないんです。なんで親子で子供なのに分かんないのって言うと、子供だから分からないんです。一筋縄じゃいかないんです。で、それを親子だから分かり合えると思ってる人がいるんです。そうじゃないんです。親子だから分かり合えないんです。だからもし素晴らしいとかよくいい親がいたら当たり前だって思っちゃダメだよ。一筋縄でいかないのが当たり前だ。いい親がいたら特別。もう宝くじ当たったくらいで喜んだ方がいいよ。その妹にまたね、明日からお姉ちゃん感謝してるよっていいな。わかりました。言ったらどうなりますか。言い続けてごらん。全然変わらないから。なんかいいことあるんですか。ある。感謝の達人になれる。実は織田信長もほとんど身内と争ってたんです。尾張の国とずっと身内と争ってて、身内を平定した時戦の天才になってたんです。だからたちまち日本を平定しちゃったぐらい身内って手強いんです。だから感謝の達人になれるよ。ただそれだけなんです。普通は辛いよって話なんですけど、さっぱりわかんないです。それでこの話をするとわかります。あと何分ぐらいですか。あと35分ぐらい。あと35分。わかりました。あと35分です。昔ね、塩原の助けって人がいた。いいですか。塩原に助けっていう人がいました。馬をやってます。馬に荷物積んで運ぶ仕事です。塩原助けって言います。塩原ってのは地名です。
昔一般庶民は名前がありません。名前って名字がありません。名前だけです。イタコのイタロウというのは恐れたのイタコではありません。茨城県のイタロウではありません。地名が名字 OK ですか。で名前がつきます、ね。それで日岡さんに助けという人がいて、そしたら、お母さん死んじゃったのね。だからお父さんが新しいお母さんの会話ママーねしたの。そしたらね、助けちゃんをいじめるんです。で助けちゃん一生懸命奉公するんです。親奉公するけどいじめられるのね。それでちっちゃい家なんだけど、お母さんの方は自分の子供にあげたいの。助けちゃんにあげたくないの。昔は長男がね、家もらうからあげたくないの。で、浪人を雇ってね、切り殺しちゃうことになった。それでね、切られそうになっちゃった。で、殺されちゃったらね、もう大変でしょ。それでもう自分はここにいたら親に殺されちゃうから。だから、自分は江戸に出る。で、この青って馬が可愛がっててね。で、この青ちゃんと別れるんだけど、馬もね、可愛がってたからついてきちゃうの。で、涙ながらにね、その、お馬さんと別れて江戸へ出てきたんだけど、知り合いも何にもいないから、途方に暮れて、隅田川で飛び込んで、自殺しよう、ということになったの。で、飛び込もうとしたら、そこに、隅屋の旦那が、助けてくれて、話聞いたらあんまりかわいそうだから、じゃあお前、うちで働きなよ。でもう、いい年だよね。で、いい年なんだけど、でっちから始める。ね、塩原助けたからね、タードンっつうの。昔は、自分の名前を一文字取って、ドーマつくの。花江ちゃんならハードンだよね。あとでみんな自分の名前でやってみて、何を持ってることになるのね。で、さっき太郎ちゃんが言った、じゃあ牛が働きに来たら牛丼ですね。まあそれはいいんですけど、まあダーロンっていうことになってね、ダーロンよく働くの。田舎の人たちもね、で、墨切ったりね、墨切ると、切りかすが出て、バレも出るのね。そうすると、もったいながりながらそのカス集めといて、お米練って、おかゆみたいに作って、それでぐるぐるぐるってこうやって丸めて、昔の人知ってるけど、タブってあるの知ってる？丸い炭の塊。今知らないね。昔はあったのね、タブンツ。それで、ね、タードンが作ったからタブンツだよ。もうちょっと早く教えてほしかったんですよ。タブンがあったからね。それでね、そのタダの配達っちゃあげるの。これ時間に使ってくださいとか、どうせ捨てるんだからこれってプレゼントしてた。そしたらなんとその人はいい年して今度は独立してちっちゃいお店を自分で作ったんだけど、働き者だからたちまちね、江戸で一番の炭問屋になっちゃった。で、江戸一番の炭問屋になった時、そのタマドンがやったことは一番最初に自分を切り殺そうとした母親に家を建ててあげた。すごいでしょね。ここですごいって言ってくれないと話が違う。すごいでしょ。俺は一生懸命働いたんだけど、母親俺のことを切り込もうとしたんだよ。ね？あんな鬼みたい親いないよってずっと言ってたら普通だよね。で、ずっと言ってる方も辛いけど、聞かされる方も辛いよね。でも、タマトンは、あの親が鬼みたい顔して思い出してくれたから今の自分がいるんだって感謝に変えちゃったの。ね、それで、江戸一番の、ね、炭屋になったら家ぐらい建ててあげる。大したことじゃないよね。でもずっとずっと文句言って
ちの親はどうだった、どうだった、普通だよね普通は辛いよねここに来てる人って普通より一歩でも上行きたいから、考え方がね、上行きたいから来てるんだよね。だって日本中は遊びに行くとこいっぱいあるよね。でもわざわざ上行きたってことは何か上行きたいんだよね。魂って一歩上行ったら全部解決しちゃうんだよ。だから魂って上行こうとしてるの。それなのにずーっと普通のこと言ってるの。だから辛いんだよね。辛かったら自分は普通だなって思いな。ね、本当に普通は辛いから。話は次に移ります。よくね、うちの息子に嫁来ないのよ。うちの娘嫁に行かないのよってしてるの。この前に来たお母さん75歳です。息子さんが50歳です。なんと20歳の時は30年。息子に、いつ嫁くんの、いつ嫁くんの、ずーっと言ってんの。私は心配で死ねないよ。普通だよね。はっきり言います。来ないのは来ないです。向こうの世界にいるとき、今世俺は独身で行くとか決めてる人がいます。だからそういう人は結婚しません。それから娘に、お前はいつ嫁行くのとかでずっと言ってるお母さんいるけど、行くときは行きます。あなたが泣いて座っても行きます。そういうんです。それより、いつ人って死んで別れちゃうかもわかんない。ね、今世、今日一日なんで仲良く生きようとしないの？今日一日、娘に、お母さんと仲良くしようね。息子に。ね、二人で仲良く生きようね、楽しく生きようね。もし嫁さんが来たら、またみんなで仲良くしようね。それを、来てない人にいつ来るの、いつ来るのってずっと言われ続ける。言い続けるあなたも辛いよ。普通は辛いよ。今の質問って結構多いんです。個人的になんか話して、娘が嫁に行かないんですとか、そんなことばっかしが意外と多いです。あと、子供のことがあるんだけど、子育てで悩んでる人は、魔法のことがあります。教えますからね。信じてるよって言うんです。あのね、心配だも信じてても自覚は同じなんです。同じ能力なんです。お前のこと信じてるよ、これこれでいいんです。信じる、そうすると子供って失敗するんです。そしたら許す、でまた信じる。信じるよって言えばいいんです。心配だって信じられないって言ったら、信じてる人のこと心配するわけない。親にも信じられないで、心配だ心配だって育った子供が、やがて親に心配かける大人になるのは当たり前なんだよ。あなたが言った通りになってるんだよね。この世は神も仏もないっていうか、神も仏もあるからこうなってるんだよね。だからね、信じてるよっていう。あとね、子供がいじめにあってんです。子供がいじめにあってるって分かったとき、どうしたらいいでしょうってお母さんが。素晴らしい解決方法を教えますからね。学校についてってください。ずっといてください。学校中敵に回ってもいいです。お母さんだけが味方なんだってことをはっきりさせてください。それだけでいいです。ずっとついてってあげてください。いじめで得られてるのに学校に行けとか言わないでください。それなら行かさないでください。
いじめられると分かってるところに子供の身になってください。ね。そんな親にならないでください。先生に相談したんです。相談なんかいりません。先生に相談して解決するのは、いじめなんかないです。ついてってください。一週間もじっとついてて、廊下からずっと見ててください。そしたらいじめの方をやめます。で、またやられたらまた言ってください。子供に、親の愛はこんなもんなんだよ。こんなすごいんだよ。子供を玄関に口出していいんですかって言うんです。言ってください。そしたら、世界中が敵に回っても、うちのお母さんは味方なんだ。そのお母さんが信じてるよって言ったら、その子は絶対いい子になります。周りからいじめもなくなります。みんながついに来てください。生き投資の話をします。生き投資です。皆さん、ほぼ確実にいつか死にます。かなり硬い確実です。死ぬとき息を引き取りました。ただいまご臨終です。息を引き取るんです。息を吸って死ぬんです。と吸って死にます。で、私だけは吐いて死ぬとか、それはそれで、構いません。何にでも挑戦してる。一応は吸って死ぬことになってます。で、皆さんは生まれた時、おぎゃーって言いました。これは吸わないで吐いてます。わかりますか？吸わないで吐いてます。だって水の中にいたから。ね。で、生まれる、おぎゃーって泣きます。このおぎゃーは、前の生きてた時に吸った息です。だから吸ってないと、おぎゃーだと言えないんだと、こういうのが。それを息通しと、息をずっと通してるよ。息子っていうのは息の方でしょ。字は違うけど、娘って娘も、ね、娘も、息子も娘もね、息だってことだもんね。息がつながってるんだよ。今はね、よく対抗催眠だとか、いろんなのあるでしょ。前世が分かったとか、ああだとか、いろいろ言ってるけど、昔はそんなこと時間なんか待ててなかった。ね、一人して終わりだったから、ただそれで終わり、歌うのやつもいなければ、そうですかって、終わりなのね。だから、みんな、生き通しだよ。それで、じゃあ何回も生まれ変わるって何ですかって言った時、普通よりちょっと魂を向上させたい。例えばこういう話聞いて、一個でも引っかかるものがあったら、カチッとスイッチ入れて、考え方変える。生き方変えるって考え方変えるってことだよね。カチッとスイッチ上げる、切り替わって、魂がちょっと上に行った時、もう、前の人と違うからね。起きてる現象が全部変わっちゃうよ。俺たちは聞き通しなんだよ。それとね、よく私にこう、拍手して、パワーくださいとしているの。で、私も入っててやってるけど、パワーいかないんです。で、一応ムードとして私、ムードを壊したくないんですね。相手がやってるので、パワーやったってやります。でもパワーっていかないんだよ。パワーってのはね、これ握手しなくてもいいんだよ。みんなにもできることだからね。あのね、握手したときに、私のパワーをもらってくださいって。そしてファッとパワーが流れると同時に、相手のパワーが上がってくると同時に、ひとりさんのパワーが相手に流れる。ただくださいくださいって言ったって、ダメなんだよ。多少だなんてダメだよ。
山の稜線、朝日、夕日、朝日が出てきたら肉眼で見て眩しくない時、あの時一番パワーが強い。でそれをずっとこうやって見てね、綺麗だなっていう。で自分のパワーをふっと上げるとガーッとパワーが出て、オーラの見える人だと一緒にオーラが出てくるから、花もそうだよ。花からパワーをもらう、それが300年経ったって来たら必ず綺麗だねって言う。一人さんに言わなくていいからね、綺麗だね。花屋さんに言うのはいいけど、私に言ってもダメだから。でもね、相手にね、ふっと自分のエネルギーを上げると、相手からあーっと返ってくる。で人生って、出したものが返ってくる。感謝出してる人は、感謝がしたいといっぱい起きるよって。それから、心配性の人いて、心配しなくていいよと困ったのが起きないからって言うんだけど、心配性の人っています。で心配やめられない人っています。で心配はやめなくていいです。心配することは悪くないです、本当は。この前テレビ見てたら、なんか奥さんがパチンコに狂っちゃって、サラ金からお金借りて、今度闇金に手出して、で旦那さんが一回借金払ってくれたんだけど、また闇金に手出してる人がテレビに出てたんですけど、少しは心配しろよと。心配しろよりも心配しろよって人いっぱいいます。お酒飲んで車乗って事故起こしたらどうすんだよ。誰か死んじゃったらそこの人に身内がいるんだよって、少しは心配しろよって、心配しろは悪くないよ、ね、少しは心配しろよっていう人が多いです。以上です。心コロコロ変わる話しますね。私ね、いいことがあるときって分かるんです。で、今からいいことあるよ、外れたことないんです。で、どういう感じですかって言うと、嫌な気分がするんです。で、嫌な気分の後はいい気分って決まってるんです。ところが不幸な人は嫌な気分だから嫌なことが起きるんじゃないですか。この前、今日寝たら首切られた夢見たんですけど、これどうなんでしょう、もう切られないの、もう一回切られたから切られないの。いいこと、いい気分、嫌な気分、いい気分、嫌な気分、変わり番号になってるの。で嫌な気分になってきたから、あ、これはそろそろいい気分になると思って、いいこと起きるぞって思えばいいの。それを嫌な気分があったからどうなんでしょう、こうなんでしょうってずっと掴んでると、いい気分の間まで嫌な気分になっちゃうんだよ。ところが嫌な気分が起きると同時に、これがいいことの前触れだって言うと、嫌な気分じゃなくなっちゃう。で悟りを開くってこういうことなんだよ。悟りを開くってずっといい気分でいられるとかじゃないんだよ。心がコロコロ変わるもの、性質を知ってるってことだ。でその性質さえ知ってるから怖くないよ。わかった？嫌な気分が起きたら次はいい気分に決まってるんだ。ね、嫌な気分だからどうのこうのって言っちゃダメだよ。嫌な気分の時は必ずいい気分。自分の転職の話ってこれも聞かれます。転職ってあるんですかって、ないです。早いでしょ。転職なんかないです。一生懸命やると転職になるんです。だから、この前も、私、会社辞めたいんです。あ、辞めた方がいいよ。で、次行くとこはあったら、まだ決まってません。じゃあ、あと3ヶ月だけいいな。で、あと3ヶ月、そこで一生懸命やるな。あんた、その職は嫌になってんだろうけど、きっと、社長もあんたのこと嫌になってるから。3ヶ月一生懸命やって、惜しまれてやるな。人生で一番いけないのは、あいつ使って損した。
相手に会って損した。今日のこの講演会の人だよ、ここに聞きに来て損した。相手に損したと思われるのが一番人生で良くない。それだったら他の人に入って演じするとか、ね、残業頼まれたら余計やるとか、何でもいいよ。必ず自分を使って得さしなって。で、得さしてたらやめな。損かけたまま逃げるようにやめてっちゃダメだよ。そしたら3ヶ月後に、すごく会社で大事にしてくれるようになって、すごくいい職場ですって。そういうことです。いよいよこれで最後になります。これは別にいいんだよね。はい、頑張りました。神事です。国褒めっていうのがあるんです。国褒めの神事、国褒めの神事っていうのがあります。昔はね、どっか行くと、私がどっか任命されてそこの国に行くと、一番最初にやる仕事が、そこの国がどんなに素晴らしいかって歌を作るんです。そういう、それが神事なんです。いいですか？不幸な人、北海道にいるのに北海道の悪口言ってる人、全く雪が降ってやるなっちゃうとかね、沖縄行くと今度は雪が降らなくてやるなっちゃうとか、いろいろ、要は自分の住んでるとこをけなす人がいるんです。日本にいるのに日本をけなす、東京にいるのに東京をけなす。私は江戸川区にいます。私、新小岩が大好きです。褒めまくってます。もう毎日国褒めの儀式で、自分の住んでるとこをけなしてる人でいいことは起きません。第一、そこに住んでる土地の神様から先祖まで全部嫌な気がします。自分のふるさとを自慢してる人に会って嫌な気はしないんです。なんかやっていいとこだよって言われたから、その人嫌な人間だと思わないよ。群馬県でいいんですよ、一人一人見て、どんなとことか行きたいねとかって思うじゃないね。国褒めってのがある。で、国褒めをだん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 してると、日本っていいよね、ドラマっていいよね、人口やっていいよね、自分の住んでるとこっていいよね、自分のお店っていいよね、だん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 なってくるよね。で、自分のお店をけなしてる人ってダメだよ。あの、車だって自分のために一生懸命入ってて、こんな安物だとかポンコツだとかって言ってるけど、その車がなかったら困るんだよ。私いつも車なんか褒めてるから、私が乗っかってる時に止まったことって一回もないの。やっぱり褒められれば機嫌がいいの。ね、あの、カミソリの刃のことで、よく切れて偉いねって言ってると3倍くらい出すんだけど、試してみな。あのね、物ってね、心がないと言われてるけどね、物にも心があるんだよ。だから、国褒めっていうのをちゃんとやらないとダメだよ。ね、で、自分のお店がどんな、引っ込んだところだろうが、バスでだろうが、自分のお店って褒めなきゃダメだよね。ね、で、国褒めの話なんですけど、これからが本当の神事です。で、今日また不思議なこと今から言いますからね、信じられない人は普通の人です。ただ普通は辛いですからね。神事って人生のことじゃないんです。最高の神事って一個教えるからね。最高の神事とはね、掃除なんです。お掃除なの。ね、それで
お掃除をきちっとしないとダメなんです。で神様って汚いのが大っ嫌いだ。汚いって嫌なの。だから物には限度があるからね。一日中掃除してるとかって話じゃないんだから、そういうこと言ってんじゃないんだよ。神社でもあの美瑛神社って必ずね、埃も何十もないきれいにしてあるもんなの。あの埃だらけのところに神様が絶対来ないからね。わかる？自分のとこを国褒めして、最後に自分のお店が最高だってなった時、掃除しないとダメなの。ね、で、これから非常にまか不思議なことを言います。何をやっても途中から失敗しちゃう人、邪魔が入る人、いいですか？なんかうまくいきかけたけど、どうもうまくいかない人、自分のとこの玄関を想像してください。自分のとこの玄関を思い出して、いろんなものをごちゃごちゃしてないですか？家族3人なのに靴は何個出てますか？靴10個出てませんか？下駄箱にしまってください。すっきりさせてください。できたら靴もね、その都度出す方がいいんだよ。でも家族3人に3つ出てるのがいいけど、ごちゃごちゃしてる家が、そうするとなぜかうまくいかないことが起きる。ね、あとね、床が汚い家っていうのは先祖の家具がないです。だからこれもダメ。あと壁とかね。なんかうちのもの宣伝して悪いんだけど、うち大好きクリーナーさんがあってね、3500円で安いの、本当に綺麗になっちゃう。別に他のもの使ってもいいんだよ。もう一言言いたくなっちゃう。本当にね、綺麗にしたらって。でね、掃除しない人の特徴があるの。注意され、そろそろ内装しようと思ってるんです。掃除の話をしたいですよ、私。古くたっていいんだよ。神社なんか古くたって、神様いるの。掃除の話をしてるんだよ、私。ね、掃除して、本当に今っていいもんあんの。テレビでもなんかいろんなのやってるじゃない、ひょっとして。壁を拭くと汚れがガーッと浮いてくるとか、そんな時代なんだから、やってみて。ね、あと天井だとか上見るとね、クモの巣があるような家があったりね、お店があったりするね、ほこりが溜まってたり、中でも家に羊飼ってんですかっていうような家あるでしょ、ほこりが固まってて、ね、モンゴルじゃないんだね。それをね、きれいにするとね、天の過去があるよ。だからね、先の見通しの効かない人、何言ってんの？そういう家へ行くと必ず窓が来たがる。先の見通しができなくなった。それから情報が入ってくるんですよ。だから、ああ、ここの店ダメだよとか、この会社ダメっていうとこは、大体窓が来たがる。ねえ、信じなくてもいいんですけど、あとね、流し場ね、ぐちゃぐちゃぐちゃ、茶碗が置いてあったり、なんかぐちゃ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 してる家っていうのは、胃腸が悪くします。喉から肛門にかけて、水が流れるとダメです。おかしな病気になったら、家の中切れたらいいか。いらないものはね、捨てる。使えるものをあげる。ね、あの、よく水がちょこちょこちょこしてちゃダメだよ。家の中ごちゃ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 してる家ってあるでしょ。家か物置かわかんないけど、ごちゃごちゃしてるとかあるでしょ。ああいうところの人ってね、大体神経やられる人。うつ病です。ね、あの、ノイローゼです、何ですかですって家は、大概は家の中ごちゃごちゃしてる。だから、鳥のような顔してやつらって涼やかになるんだよ。あと、テーブルの上でね、あの、仕事机だとか、あれがぐちゃ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 してる人っているの、ね。ああいう人って企画が立てられない。ちゃんとした計画、すっきりした計画立てるのができない。本を読みしてしちゃダメで、本は立てるんだよ。
で、本立てるんだよって言ったら、本を逆さに立ててとか言うけど、ちゃんと字が書いてあるから、ちゃんと立てるんだよって。前のね、トイレが汚いとお金が入ってこないって言うんだよね。それを教えたらトイレばっかり掃除してるんだよね。他の掃除しな。ね、きれいにしなって。あとね、古い新聞紙、本、あれいっぱい食べてる人いるでしょ。あと、服とか、着なりとか、やったら積み上げてる人、だんだん体が重くなってくる。どうも最近体が重くてたら、家帰ってずっと見てると、使ってる新聞紙が山ほどあったりね、そういうことがあるからね。みんなで綺麗にしてね。綺麗が好きなんだよ。神様は綺麗が好き。人間だそうだよ。髪の毛だってぐちゃぐちゃにしてるようにさ、綺麗にしなよ。で、心だってそうなの。恨み事、泣き言ずっと言ってるより、普通よりちょっと上が好きなの。これで話は終わりなんですけど、最後におまけにも一個だけします。私は1日の夜7時、夜ですよ、夜の7時に1分間ひとりさんの波動入れっていう時間があるんです。毎月ですよ、1日です。夜だっつってんのに必ず帰りがけに夜でしたねって言って、夜で、夜7時です。7時に塩とかお水とか出しててもらって、1分間手を合わせると、そこに私が箱を入れるっていうのがあります。自然塩。自然塩ですね。化学塩じゃなくて自然塩。で、その塩、ほずり粉の多いとこね、とかにちょっと蒸留したり、家で盛り塩したりね。この前もね、ちょっと霜の病気やっちゃってる人とかね。おトイレに盛り塩しなって言ったら、1ヶ月間溶けちゃう。で、1ヶ月経ったらさすがにね、浄化されたら、その塩溶けなくなったとか、いろいろありますから、要はお水とか、そのお水を料理に使っても何してもいいんです。お塩に波動を入れます。私も楽しくやってます。皆さんもやってください。タダですから。一応タダですからね。遠くてもね、何でもいいからね、入れますから。で、お水とか塩って波動が入りやすいんです。本当にね、お水ってね、バカ野郎とかって言うとね、もうなんか分子がぐちゃぐちゃになっちゃうとかっていうね、それほどね、波動って受けやすいから、いい波動でね、結晶ね、お水の結晶が崩れるってね。だから1日に波動入れをしますよっていうことです。ここまで分かったかな。はい、はい、それでね、なんでこんなことをするんですかね、なんで一斉にもなさにそんなことしてるんですかって言うんですけど、私人相だからずっと見ると分かるんだけど、こういう不思議な話が好きな人っていうのは何でも引っかかって買っちゃうそういう人がここにいっぱい見えるよ。ね、神様ってお金いらないで、神様にお金は絶対届かないんだよ。試しに1万円札上に投げてみたら必ず戻ってくるそのまま天から出られて受け取っちゃったって一回もないんだよ。じゃあ何でお財布あげるんですかって言うと、一応屋根も壊れるしね、塀も壊れる、維持しなんだよね。神様に届けんじゃないんだよね、心の問題、感謝ってただでいくらでもできることってある。だからこういう心の問題ってただでやろうよって。ただまあよっぽどお金持ってたら、私はいろんなことを使いたいんだったら、それは構わない、それは構わないけど、神ごとにお金っていらないんだよ。だから皆さんのお金だからどう使っても構いません。ただ神様ってあげると
あんたが使いなって返してくれます。そういう人だから私たちは神様が好きなんだよ ね。上から手が出てって受け取っちゃうような人だったらもしかしたら愛せないかもわからないよね。だからそのことを分かってください。だからただでできて楽しんでね、やれることがいっぱいあると思います。なんか一人さんと毎月会えるようなそんなつもりでお1日帰ってやってます。信じられないような話が今日は多かったです。でも私はなんかスッとしました。そして今日みんなの顔を見て普通じゃないんだ、普通よりすごい人がこんなにいるんだ、今日は本当に幸せです。ありがとうございました。斉藤ひとりさんの素晴らしいお話でした。ありがとうございました。今回のお話はパラレルワールド、あなたは一瞬で現実化させている、神様の声の聞き方についてお話しさせていただきます。一瞬で現実化させている、棚からぼたもちという言葉がありますが、これはもともと棚にあったぼたもちが落っこちてきたのか、それとも棚の上のぼたもちはなかったのにその瞬間にぼたもちが出現したのか、量子学の視点で言うとこれは後者の、棚の上のぼたもちはなかったのにあなたの思考が何らかの思念で波を収束させてぼたもちを出現させたってことなんです。例えば感謝感謝をしまくって波動を上げた翌日、お掃除をしていたらタンスの中に1万円が入っていた。これは1、波動を上げて、2、ひらめいたことを行動に移してお掃除をしたら、3、お金を引き寄せたということなんです。これはもともとタンスの中に1万円が入っていたのか、波動を上げたことで1万円を出現させたのかというと、後者で1万円を出現させたんです。なので1万円を出現させた要領で、うん十万、うん百万円も、最愛の恋人も、最高の職場も、夢の実現も作れるのです。感謝ワークをやってひらめいたことをしたら運命の人に出会ったってなるんです。瞬間移動、引き寄せは引き寄せと呼んでいますが、実際は瞬間移動です。無限に近い数のパラレルワールドを私たちは瞬間移動していて、波動が高ければ、ポジティブでいれば、高波動のパラレルワールド、ポジティブな現実へと瞬間移動して、波動が低ければ、ネガティブでいれば、低波動のパラレルワールド、ネガティブな現実へと移動しているんです。毎瞬、パラパラ漫画のように、なので、さっきまでここにあったものが消えたというミステリーが起こるのです。物が消えたんじゃなくて、自分自身が移動したのです。もともとあったんじゃなくて、それがあるパラレルワールドに自分が移動したのです。先ほどお話ししたタンスの中に入っていた1万円。実はその1万円は、波動が上がったから作り出されたものです。もし波動が上がらず、ネガティブな低波動で同じようにお掃除をしていても、タンスの中に1万円は入っていなかったかもしれないのです。現実は常に揺らいでいます。出現したり消えたりしています。だからより好ましい現実を体験したいのなら、揺らぎをいい感じのところで収束させないといけないのです。スロットみたいな感じで777で揃うようにボタンを押すみたいな感じで、ポジティブな高波動で波を収束させて好ましい現実を固めて作る。あなたは毎瞬そうやって
あなたの現実を想像しています。だから、例えばお米をもらったとか、野菜をもらったとか、100円玉を拾ったとか、本当にすごくて、そういう現実を本当にあなたが作ったってことだから、揺らいでいる波をお米をもらう現実に固めることができたということなのです。神様の声の聞き方。神様の声が聞こえていない人はこの世に一人もいません。聞こえてないよともし思ったのならば、聞こえていないのではなく気づいていないだけなのです。もしくは聞こえているけど神様の声と思っていない、自分の声と疑っているだけなのです。神様の声を神聖で特別で崇高なものだと思わないことがとてもとても大切です。ほとんどの人には神様の声は耳には聞こえません。それもあると思いますが、私の場合は頭の中のイメージ、心の中のイメージが浮かんで、それを脳が翻訳して言語になるという感覚です。つまり自分の妄想と神様の声は紙一重なのです。だから稀に神の声だと思って聞いている人が悪魔の声として聞いていて、それを翻訳している危険な場合もあったりします。自分の妄想は脳の声で、神の声は魂の声なのです。魂の声とは？魂の声は直感ってやつです。なんとなくってやつなんです。直感に従うといいとか、なんとなくやってみた、など、まさにそれこそが神様からのメッセージです。神様の声、脳の声、私たちの魂は神との融合体です。あなたの肉体の中に入っているあなたの魂は神様です。あなたは神様だよ。人間は神様。神はいつも共にある。という言葉は本当にその通りで、人間の体の中には神が充満しています。その神の声が魂の声、直感というやつです。だけど、その声と同じようにあなたの中には脳の声も聞こえているので、どれが妄想を作り上げた考えで、どれが神様の声なのかがはっきり区別するのが難しいと思います。でもこれは少し意識するようになるだけで、はっきりと区別ができるようになります。はっきりと区別ができるようになってくると、あからさまに神の声が何かを訴えてくるようになります。そうすると自分が取るべき行動が分かったり、なぜか自分に合った病院が発見できたり、必然的に呼ばれている場所へ行くことになったり、未来はこうなるからここの配線のブレーカーを落としておこうとか、やらなきゃいけないことが分かったりします。仕事の出張でこの場所に行けたらいいなぁと思った場所の近くに行くことになり、自然と行く形になったり、不思議なこと、ラッキーなこともあったりします。たまに、おー、勘弁してくれーということもあります。でも、それが神様の声だった場合は、その後でちゃんと幸せの道に続いていたり、神様の試練や神様の試験もあります。結局、これというのは素直な気持ち、素直になるということにもつながっています。脳を変える、意識を変える。ふとした時、何の脈絡もなく、京都と頭に浮かんだ。これは神の声です。頭にパッと浮かんだことは神様の声です。魂イコール神なので、京都は神の声なのです。京都に行くことで幸せの道につながっているのか、京都に行くことで人生の分岐点になる出来事があるのか、京都に行くことで学びになる発見があるのか、京都に行くことで
京都から連想されたことが幸せにつながるのか、どんな幸せにつながるのかは分かりませんが、それだけで未来は大きく変えられます。頭にパッと浮かんだことを気にするようにしてみる。そうすると自分の妄想、頭で作り上げた考えとパッと頭に浮かんだ言葉、イメージ、つまり魂、神の声との違いが分かるようになってきます。同じ頭の中で聞こえる声なんだけど、明らかに違いがあるのです。そうするとそのうち頭の後ろから何か言われた、お腹の中から声が聞こえた、自分ではない何かの声が聞こえたとはっきりと分かるようになります。そうなってくると神社仏閣などでお参りしている時に、今月は闇をたくさん知ったね、闇を知らなきゃ世界の流れがわからないからね、とか、今月は怒りすぎ、とか、怒りは肝臓、とか、言葉がバンバン頭の中で鳴ったりしていることに気づけるようになります。人間、神の声に突き動かされている。人間は知らないうちに神様の声に突き動かされていたりします。頭の中に浮かんでどうしようもないことや、自分の意思とは違う意思、それが神の声です。でも全部に従う必要はなくて、自分で選んで OK なのです。その声に従ってみる、やった結果を吟味してみる、それを繰り返していると、神の声と脳の声の違いがよく分かってくるし、神の声に敏感になって、神の声に敏感になって行動ができるようになると、思いがけないラッキー、ミラクルな偶然をたくさん経験できます。例えば私の場合ですが、お仕事の出張で宿を取らなきゃいけなくて、その宿を取ろうとしても、なかなかうまくいかないし、なんか宿が取れない。スマホがエラーする、パソコンがエラーする。泊まろうとしていた宿に問い合わせてみたら嫌な対応をされた。ここは取るな、取っちゃダメ、と神様に言われていたにもかかわらず、私は神の声を無視して行動、実験をしてみました。その結果、結局は宿は取れずに、なんと、出張場所が変わり、東の神様にこの日に来なさいと呼ばれ、行かなきゃいけないことになるということがありました。神様の声ってそんな感じです。神が降りてきたって言うけど、実際神様からしたら、いや、いつも降りてるんだけどね、いつもお前さんと一心同体なんだけどね、っていう感じなんです。今回のお話は神様の声の聞き方、パラレルワールド、一瞬で現実化させているについてお話しさせていただきました。今日も素敵なあなたに乾杯。あなたの心が幸せで豊かになりました。ここまでのご視聴ありがとうございました。それではまたお次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。